女優、吉岡里穂25が優れた番組などを表彰する2018年エランドール賞の新人賞に選ばれ1日、都内で行われた受賞式に出席した。TBS 系、レンドラ、カルテット、ごめん、愛してるなどの演技が認められた。吉岡はミニアマル賞。こういう賞をいただくと、いつか皆さんに飽きられる不安がある。 いつまでも進化していき、新しいことに挑戦して面白いものを届けていきたい。この賞はお守りになります。一生頑張りますと喜び、涙を見せた。新人賞は他に、高橋和沖37、角脇麦、25、竹内龍馬、24、杉崎花、20、室尾強42、